一匹も逃がさない。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。ごめんね、とどめ刺すの遅れちゃって。ん、俺が一番分かってるんだ。俺じゃ B 級で通用しない。ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。自転車のお兄ちゃん頑張れ。聞こえてるのよ。でもさっき殴られたように見えたわ。見間違えだろ。よかった。やった。急いで装備を整えてきたんだがな。ここには配達員が来れないので、ドローンが配達してくれてます。仕留めちまったぞ。ワンパンだよワンパン。そこにいる C 級ヒーローが一発で倒しちゃったんだぜ。やっぱヒーローが名乗るからには。おいお前いい加減にしろよ。他のヒーローって結局何もヒーローらしい活躍してなくね。お前らちゃんと噂まいとけよ。最後に怪人仕留めたのは俺だからな。死なれたら困るんだよ。俺が利用できなくなるだろ。埼玉先生、本当にそれでいいんです？感謝されてる。どこかで助けられた誰かですね、きっと。君、読んでないの？いろんな規約とかルールが記載されてるんだけど、 B 級に上がるか？順位はまた最下位になってしまうが。身体能力は体力試験の総合最高記録という折り紙。過酷な世界に身を移してしまったことに。社会的影響といえば、今回昇格を希望するヒーローは。やけに時間かかっちまったな。ま、俺も暇してたけど。これは昇格祝いだ。ああ、お前あん時の。今日は君を探していた。この時を待ちわびたぞ人間ども。こちらも予定航路を飛行中。間もなくポイントに到着します。何者だお前は。もしもし。何？人を顎で使ってる。何様よ。だが我らを滅ぼしたければ隕石でも持ってくる以外に方法。俺も遠慮します。俺が求めるのは護身術ではなく絶対的な破壊力。実力派の弟子たちを全て再起不能にしてしまったせいで、流水の動きで相手を翻弄し、激流のごとき一撃をもって巨石をも粉砕する。ヒーロー協会の者です。この度 S 級ヒーローに非常招集がかけられました。おお、シルバーファング、久しぶりじゃな、アトミック侍。お前がここまで上がってきた時は改めて挨拶をして。人を近づきになりたいとか浅い考えでここに来たんでしょう。不愉快、消えて。みんなが俺の肉体を見ている、見ている。知らないわよ。こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされて。これ以上待っても拉致が開かないので緊急集会を始める。逃げるのも勇気だ。今なら辞退しても S 級に席だけは残してやる。こっちは妹の大事なピアノの演奏会を抜け出してきたんだ。半年先までの未来を占っていたところ、気が動転したのか息が荒くなり。予言者だよ、大予言者。地震とか怪人の来るタイミングをピタリと。喉飴を詰まらせながらも書き残してくださったこの小さなメモ。この危機を認識できないようでは所詮お子様と言わざるを得ないぞ。大災害や竜レベルの怪人が襲来するよりもヤバいことが。この建物が攻撃されてる。そんな僕の。ヒーローとやらを殲滅すれば地上はわしらこの天空王について守る役目。わかりません。外部との連絡が全て断たれました。まだ生き残りがいるじゃねえか。船殺し損ねた。殺す。一瞬で英氏が、この町が破壊された。とりあえず外に出て確認してみなきゃ。予言のやつかどうか判断できない。強い。早く早く殺そう。いいと。こんなところで。こいつは俺が殺しとくから他を任せる。わかった。邪魔だ。いいだろう。我々の進行に抵抗してみる。俺が晴らす。
それから M システムのバイタルモニター範囲を A 市全域に拡大し、キングさん、 S 級でもトップの実力だと言われているあなたの意見が聞きたいな。何よそれ、情けないわね。あんたそれでも最強の男なの。落ち着くんだジェノス君、気持ちはわかるが彼女を怒らせると殺される。よくぞここまで来たら侵入者だが、ここまでまだ生きてたらだけど。バカな、最上位戦闘員のグロリバースまでやられただと。侵入してわずか4分で船の損傷率は 23%。 グロリバースとメルザルガルドの最上位3戦士で、ご覧ください、 A 市に通じる幹線道路は全て封鎖され、あるいは非常に高度な文明を隠し持っていた未知の生命体。そいつの打撃を体で受けてはいけません。俺の腕が一瞬で消し飛ぶほどの威力です。さすが、なめてんじゃねえぞこら。おい開けろよ、お客さんだぞ。うわ、お前俺を信用してねえのか。俺に切れないものはねえ。だってお前を苦戦させるほどの生命体が地上にもいるのか。では俺が砲撃手に伝えておく、集中砲火に巻き込まれて死ぬなよ。おら燃えちゃう。おらよ、切れるまで切りまくればいいってことだ。こんなところで死ぬとは。さもなくば全戦力を挙げお前を殺す。なんだこれ。あ、待て、来た、よくも。ちょっと、待て待て、そっちはまずい。我々の船に随分舐めた真似をしてくれたな。ゲルガンシップ様、まもなく砲撃体制が整いますがいかがいたしますか。くたばれ、地球に。あのな、小石飛ばすだけなんて超能力の無駄遣いだぜ。よしっと、ゲリュガンシップ様から返事ないけど、まあ、いっか。じゃあ、ポチッとな。どいつもこいつも私がいないとダメね、雑魚一匹に手間取る。こっち帰りたい。一撃で即死だ。何を手こずることがあったのか。俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、よくも A 氏丸ごとぶっ壊してくれたな。俺は退屈という名の苦痛を味わう羽目になった。あの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが、そこにいいブロックがあるのよ。邪魔だからどっか行ってて。打ち返せ、破壊されてるんだよ。マジか、やばい。その前にジェノス君、ちょっといいか。言っておきたいことが。そのうちわかる。ただ今は奴に近づかない方がいい。なまっとるわ貴様。生きて、おい、これだけ何度も見ていれば猿でも要領をつかめるわ。やれやれ、たまには全身運動せんといかんの。何してんだ、急げ。ああ、わかった。さすがに強いな、このボロスと互角に戦える者は。中でも俺は自然治癒力も身体機能も潜在エネルギーもズバ抜けてる。いや、まだだ。なら決着を早めたい戦闘にのみ使う切り札。全てをぶつけたくなった。王政方向。俺は破れたの。まだ意識あんのか。まるで歯が立たなかった。
戦いにすら。落ちる。ウチやばいんじゃねえか。おい、いえい、肩を貸すぞ。大丈夫です師匠。落ちた。近くの町でドラマの撮影をしていたのさ。間に合わなかったくせに偉そうにほざくんじゃねえぞ。だからどうした。そういえばメディアが許してくれるとでも思ってるのか。メタルナイト、集会があったのに今さら来たのか。俺たち殺されるのか。うまく騙して見逃してもらおうぜ。検定試験以来か。新海王の剣といい、今回といい。おお、ジェノス、終わったから帰ろうぜ。敵の大将は片付けたんですか。ジェノス、次はあんたの番よ、B 級。予算か、竜巻。あー、人気になるとこんなの出るんだな。オビール様の登場だ。お前なんか一撃だぞ。サインください。キング、キング、キング、キング。やはりあれはキングのようです。誰？ S 級集会にも来ていたヒーローです。様子を見ましょう。キングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。この音を聞いて。ここで10分待つ。1分遅れるごとに10人殺す。怖え、怖えよ。俺は強くなんてない。積極的に否定しなかった俺も悪いけど、まさかこんなことに。ごめん、ごめんよ。このくらい毒力で倒せるようで。ドキドキシスターズシリーズはやっぱりオープニングが凝ってるな。え、何この人、なんでいるの。窓が開いてたもん。このゲームもアクションかと思ったら、なんだこれ、恋愛ゲームだったのかよ。間違えて買っちゃったよ。まあ一応格ゲーならいくつかの大会で優勝してるけど。優勝、もしかして強くなりすぎて戦うことが嫌になったのか。驚いた。災害の方からお前のところにやって。我が目標はキングのみ。貴様などに構っている暇はない。こしゃくが。水蒸気で光が。おい、落ち着け。怪人はやっつけたぞ。ひどい怪我。こんな怪我大したことね。今日は大金星。まあ俺は関係ないし、説教するつもりはねえけど。なかなか決める度胸が。だったら強くなればいいんじゃね。俺はもっと強くなりたい。わかった、やってみよう。最近はヒーロー活動に専念しとるようじゃが。ヒーローになり死を経ても憎悪がなくなることはないか。君たちのような裏社会の住人が我々の呼びかけに応じてくれたことにまずは感謝。高額賞金首に一流の殺し屋、脱獄犯。あいにくだが関係のない話は後にしてもらえるかな。大事な話なの。予言では半年以内に過去最大の危機が訪れることが示されており、部外者がヒーロー協会本部施設に入るいい機会だったが。まずは居場所を探すわよ。はい。引き捨てならねえな。殺しの数ならおめえより多いんだぜ。ここにいる奴らが束になっても俺は絶対に殺せない。喜んで。ヒーローはいつも遅れてやってくるが、怪人はいつも先手。理由もなく突発的に現れるもの。二度と生意気な態度ができぬよう体に教え込んでやります。よろしい。新パーツの性能テストにもなるしな。出てこい。排除されるのはお前だ、金魚の糞野郎。私は地獄の吹雪といえばわかるかしら。あなたヒーロー業界にもいろいろな派閥があるって知ってる。そうすれば B 級上位のポジションを守ってあげるわ。おう、はあ、断るに決まってんだろう。ヒーローに上下関係なんてあってたまるか。肉は裂け、骨は砕け、一瞬にして心が折れる残酷な荒。派閥、新人狩り、ランキング関係ねえじゃねえか。今一瞬ソニックが見えたんだけど、二人で何やってんだよ。あなた S 級とつながりがあるの。こんなもの百発食らおうが損傷は受けない。
一発も当てれんくせに強がるな。お前みたいなノロマに俺が消せるか。その程度の実力でまだ俺と戦う気か。マシンガンブロー。避け。何？焼却砲最大出力。必殺マジシリー。マジ反復横跳。私は一番になれなかった。頭脳、体力、容量のよ。だから B 級1位になった時に思ったの。私はこの位置のまま A 級ランキング1位の男、イケメン仮面甘いマスクは。でも俺は吹雪の手下になるつもりはないぞ。少し強いから。なんで S 級が B 級なんかと楽しそうに。先生は誰とも組まない。バングの様子がおかしい。急に実戦稽古だって俺をボコボコ。なんだ、何も聞いてなかったのか。バングの元弟子ガロ。別にあのじいさんとそんなに親しいわけじゃねえからな。いつまでも足手まといじゃいられない。バング先生のためにもこの俺がガロを。俺が完全な怪人になるための糧となる。 S 級大物が釣れた。さすがマスター。これで思いやろう。可愛い弟のために全てを捨てて駆けつけてくれる。マスターのタックルを受けて立ち上がった時はビビったけどよ。こりゃすぐ終わりそうだ。ヒーロー様に手出す方が悪いんだろ。邪魔すんな。我々の怖さを教えてやるんだ。ここで消えてなくなる。おっと、使っちまった。ジャスティスクラッシュ。この野郎、この人数相手に勝てると思ってんのか。そこまでだガロー。道場の面汚しめ。 S 級でも倒せなかったのか。一緒にいた射程ヒーローたちも無面ライダーも僕。俺だって少しは武の心得がある。相手の拳がこう来たら。よかったな、生きててバナナやるよ。彼は人間だったよ。あの人なんか急に会話に入ってきたんだけど誰か知ってる？ほら。でその話詳しく聞かせてくれ。今度その場所に案内してくれよ。いいよ。おじさんもヒーロー好きなんだね。趣味悪いよおじさん。いいな、俺もこの本に乗りてえもんだ。ガキは早く帰れ。俺の攻撃が強い武術家と試合がしたい。ちょっと興味湧いてさ、なんかツテとかない？なんなら道場の雑巾書きから。まあツテがないんじゃ諦めるか。ちょっと待った。チャランコ危険するのか。まあこの怪我だし。賞金300万って書いてある。いいぜ暴れん坊、近くに駐車場がある、そこでやろう。サクッと仕留めて飲み直す。今の一発で俺を仕留めきれなかったてめえの負けだ。残念だが弾はまだまだ。店にいないものだから私と飲む約束を忘れたかと思いましたよ。こんなことがいつまでも続けられるわけがない。俺はまだまだ強い。いつもお店に来てくれるのは？もちろん平和のため。どうしようかな。本当の本当に？俺にも合わせてくれ。返り討ちだ。誰にも負けない最強の怪人になってやる。奴のターゲットはヒーローだけじゃなく教会全体ということか。今まさに戦っている最中だからだ。どうしてもうちの子が庶民飯を食べてみたいというのでな。会計するときにいるんだよ。皿を戻した方が行儀がいいだ。電話かね。妹からだ。ちょっと席外すからここにいてくれよ。しまった、ガロか。パパ、マジで強いやつが来ててもおかしくないな。シードかってことはこのバクザンってやつが強いのかな。お前俺のこと苦手だったもんね。理由は2つある。1つはこのスーパーファイトが本名以外の登録と被り物は厳禁になったわけだ。だからおじさんじゃねえっての。つかその本貸せよ。お前はサボってたから知らんだろうが。それにしても道場でひときわ弱かったお前がスーパーファイトとはな。そしたら今頃バング先生の一番弟子はこの俺苦虫だったんだ。逃げ出したやつがいつまでも先輩面すんなってことだ。すごいねパパ、あっという間にやっつけた。よし記念撮影した。
実際俺もそうだった。虫はしぶといな。なんだこの匂い。どんな時でも何があっても立ち上がる。だから埼玉くんは心配いらないよ。 S 級12位か。旧市にある番犬広場の見張り台にいつも座ってて。ついに行かれたか。一発ずつでさらにしてやんよ。応援に来ました。俺たちも戦います。さてどうしたもんかね。こっちは忙しいんだ。絡んでくんならその浮かれた脳天。